し、今日も頑張って木を切るぞ。あ、手が滑った。大事な斧が飛んでいく。斧が池に落ちちゃった。どうしよう。どうしよう。あなたはどうしてそんなに泣いているの？実はこの池に大事な斧を落としてしまったの。それはかわいそうに。ところで、あなたの落とした斧は？私が落としたのはただの汚い鉄の斧です。あなたは正直者ね。ご褒美にこの金の斧と銀の斧を両方あげましょう。わあ、ありがとうございます。よし、私もあの方法で金の斧と銀の斧をもらっちゃおう。それよし、これで女神様が現れるはずね。この池に大事な斧を落としてしまったの。それはかわいそうに。ところで、あなたが落とした斧は？この金の斧ではありませんか？そうそう、そうです。それと銀の斧も落としました。あれ、女神様、帰っちゃうの？まだ私、金の斧も銀の斧ももらってないわよ。っていうか、私が落とした鉄の斧も返してくれないの？最悪だわ。チャンネルの登録、よろしくお願いします。